なぜこのね沖縄の新たな疑惑をみんな報じないのかなと思いますよ。明らかに玉城知事おかしいですよね。その意味ではね、沖縄の自民党今ほんと頑張ってるし、我々も頑張らなきゃと思いますよ。はい、と YouTuber の川町慎一郎です。今日はですね、沖縄県の基地問題に関わる玉城デニー知事の疑惑について触れていきたいと思います。この問題は去年の秋にも触れてきまして、まあ、随時こぼっちしてきましたけれども、新たな動きがありましたので今日は触れていきたいと考えています。まあ、基地問題は東京都も横田基地もありますし、これまでもいろんな交流をしてきました。県議会の皆さん方との、まあ、いろんな話、あるいは沖縄県の、まあ、ジャーナリストの皆さん方とも話をしながら、まあ、ウォッチしてきたわけですけれども、久々に私のチャンネルで取り上げていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。またずっと画面を見ていられないという方は聞き流して結構でございます。またチャンネルを訪れたことをご縁にチャンネル登録をしていただきまして、下記にコメントをいただきたいと思います。皆様からいただいた貴重なご意見をしっかりと全部読んだ上で、次の配信制作提言につなげてまいります。さて、沖縄の玉城デニー知事なんですけれども、2018年の9月に、まあ、知事選に勝ってですね、知事になるわけですが、まあ、前尾長知事の、まあ、路線を、まあ、踏んでいくことになりました。でこの中で、まあ、玉城さん知事側を支えるのはオール沖縄というグループなんですけれども、まあ、自民党は対立している状態にありました。沖縄の県議会議員選挙が6月の7日に行われて、自民党が数を増やしたんです。そして議長選挙をやるといったときに、このオール沖縄を構成する玉城知事を支える側の3人のグループ、沖縄というグループが自民党側と一緒になってですね、議長選挙に投票したことによって、久々にこう県議会のですね、景色が変わってきたと。議長選挙は自民党側が勝ったということになりまして、今回7月のになってですね、県議の代表質問、一般質問が今スタートしているという状態なんですが、代表質問、島袋大さんという沖縄県連の幹事長も務められた、まあ、大変な大物ですけれども、この沖縄の自民党を代表する島袋さんが質問したんですけれども、このね、議会のやり取りが私もずっと興味深く見ましたよ。でところどころもうやっぱ県の職員答えられなくなって、休憩を挟んで、そしたらまた新たな疑惑が出てきちゃったということなんで、今日はちょっとおさらいをしていきますが、私が去年の秋の動画でお話をしたのはこのことです。米軍基地に関わる万国診療会議という会議体を、まあ、玉城知事はですね、作ったわけですよ。でこの診療、万国診療会議というもので、沖縄の基地の在り方というものを専門家の皆さん方に問うて、そしてそれを受けて、まあ、県政を進めていきましょうという玉城知事肝煎りの事業だったんですけれども、この万国診療会議を応援する業務の事業者、支援業務事業者を探していきましょうという時に、去年の4月12日で企画公募を始めたんですが、17日の段階でですね、6社説明会出ていたんですけれども、実際にはこの山形県のある団体が1社随意契約ということで、まあ、これ取るんですね。で支援業務費は約2400万円です。でところが、なぜこの6社から1社になったかというこの過程も不明確だったにもかかわらず、24日にこの団体は契約するんですけれども、この契約の前日にこの随意契約をする団体の主要メンバーと玉城知事や県の職員、また関係者が宴会をしていたということがネット上にこう写真が出回ったんです。でこのしかも写真を出したのが県の職員ということで大騒ぎになりまして、一体ここは場所はどこなんだということになってたら、まあ、場所まで沖縄のその自民党の調査チームはですね、突き止めて、でそこに行って実際どんなやり取りがあったのかという調査をずっとしてきたわけですね。でこの辺りで前回止まってるのは、9月の県議会で追及しましたよと。でもこう9月30日でこの山形県の事務所の沖縄所長ですね、事務所長は退任してるから、まあまあ追及がどうなっていくのかななんていうところで前回終わってたんですけれども、その後ですね、沖縄県議会の経済労働委員会というところで、この沖縄事務所の所長と山形県の代表者に対してですね、ちょっとこう県議会に来てほしいと、参考人招致だということで呼びかけたんですけれども、なんとこの経済労働委員会は知事を支える与党は退席、そして残ったメンバーは全会一致で、まあ、これ可決されたにもかかわらず連絡が取れないとか、なんだかんだ、これよくありますよ、東京都政でもよくあることなんですけれども、まあ、この方に連絡が取れず、参考人招致は実現至らないまま、まあ、今日を迎えたわけです。
じゃあではこの7月7日の島袋さんの質問なんですが、先ほどお話ししたようにこの万国診療会議、知事肝煎りの事業で、しかも随系で支援受託業務山形県の団体が取りました。でも契約の前日にこのメンバーと玉城知事が会食をしていました、まあ、ここまではいいですよね。でこのメンバーとその後も交流続けてるんですか、なんか関係持ってるんですかというふうに島袋さんが聞きました。そしたら知事はその後はないと、交流はしてませんというふうに答えたんですけれども、ところがですね、沖縄県の自民党の調査チームはその後も交流しているという実態をつかんでおりまして、例えばこの一部のメンバーが立ち上げた有料サイトがあります、まあ、これはもう有料というサイトなんですけれども、沖縄県の基地に関するメッセージも盛り込まれた、まあ、非常に政治的なサイトではあったんですが、このサイトの解説の祝辞オープニングに玉城知事がコメントとして祝辞を寄せてるわけですよ、動画としてね。でこの動画は知事側は無料だからというふうな話をしていたんですけれども、実際にはですね、その先があって、無料のところはあるんだけれども、その先で一講座9,000円からスタートする、まあ、みんなで一緒に勉強していきましょうという、まあ、有料サイトなわけです、まあ、そういうカリキュラムになってるんです。つまりこの有料サイトの広告塔として玉城知事が、まあ、使われたという形には、まあ、これ傍から見るとなるわけですね。でじゃあこれはおかしいんじゃないのと、そういう政治的なメッセージも出していく勉強会の有料サイトに知事が座って出ていくというのは、まあ、顔を出していくというのはおかしいんじゃないかと追及したら、これは議会がですね、休憩になりました。これは議会中継見てるとずっと休憩中になってたんですよ。で蓋を開けてみたら公務だったから問題ない、つまり沖縄県知事として、まあ、沖縄県の政策を発信するとか PR、 沖縄県を PR するという理屈で答えてきたんだと思うんですね。で公務だから問題ないと、まあ、これ知事の、ね、言い分も苦しかったんですけれども、さらに沖縄の自民党の追及続きまして、参考人招致を拒んでいたこの沖縄事務所長だった徳森さんは、なんとですね、この有料サイトで金城リンダさんと名前を書いてですね、口座を持ってるんですよ。で沖縄県 の、 そのいわゆる徳森さんという名前じゃなくて、どう見ても同一人物と見られる金城リンダさんという方が口座に立っていて、そこに沖縄の知事、デリー知事が公務だから問題ないと言ってるけれども祝辞を寄せてるということは、どう見てもつながってるでしょっていうのが今回出てきた疑惑なわけですね。で玉城さんはその島袋さんの質問に対しても、まあ、交流はないと堂々と答えていたんですけれども、この件が出てきたら大慌てになっちゃったわけです。さらに疑惑は深まっていって、この議会が休憩になりました。で休憩になったら、この玉城知事が出ていた動画、あるいは金城リンダさんが出ていたガールズトークという動画があったんですけれども、これが削除されました。島袋さんの議会での質問中ですよ、これがなくなっちゃったっていうから、やっぱりやましいと思ってるんじゃないのというのが、これは島袋さんはじめ自民党の皆さん方の思いなわけですね。ですので、まあ、このいろんな、これお金の絡む問題だし、人のいろんなつながり方の問題もある。でそもそもこの万国診療会議というのが、これ6月にもですね、いろんな会議開かれていて、中身を私チェックしましたけれども、やはりこう辺野古はもうダメなんだと、辺野古に行くことは厳しいんだという前提かのようなね、やり取りがどうも続いていってるようで、沖縄基地に関する皆さんの声を聞くという万国診療会議なんですけれども、これはちょっとこう色がつきすぎてるんじゃないかという中で、さらにこのいわゆる癒着、業者との癒着というような話題もついてきて、ここは玉城デニー知事はですね、しっかりとですね、説明する責任があるんじゃないかなと思ってます。でいろんなことは、例えばその法律上だとか契約上問題はないとかいろいろ言うかもしれません、言ってきたわけですよ今回の宴会についても。でもこれからいろいろと沖縄の自民党はさまざまな、今回県議選までこうじくじたる思いでですね、じっとしてましたけれども、今回数が増えたことによって攻めの姿勢、さらなる攻めの姿勢、一時期は沈んじゃったの沖縄の自民党大丈夫なんて声も聞かれましたけれども、どんどん追及していくということになろうかと思います。でここは今日はこの辺りでまとめますけれども、基地の問題やあるいはこの関係を取り巻く団体についてはですね、私これ都議会議員の立場で東京でもいろいろと沖縄の皆さん方と連携を取りながら調べて情報交換する場面がありまして、だからこそ私はこの状態の問題というのは非常に
詳しくなってるわけですけれども、先般もちょっと先週ですけれどもね、沖縄を代表するある新聞社の記者とでもですね、この件話をしたら、なんでそんなに川村さん知ってんのという話になりまして、いやコロコロこうでこうやってて、実は調査チームに若干関わってましてみたいなことを言ってきたの で、僕はこれでその玉木さんがどうこうではなくて、日本における米軍基地の在り方というのを正しく、これはいろんな考え方、賛成だ反対だの以前に正しく皆さん方に知っていただきたいということ、これは沖縄だけではなくて、我々のその横田もそうだし、岩国もそうだし、全国の抱える課題というものを皆さん、全国の皆さんと正しい情報で共有した上で、じゃあ日本にとって次に打っていく手は何が一番いいのか、じゃあ基地問題とはどう向き合うべきなのかということをお話ししていく必要があるんだろうと思って、こうやってお伝えしていきます。で、これ沖縄県のメディアでは一部若干取り上げてきましたけれども、なかなか火がつかなかった。ですので、私はこれだけの大きな問題なんだから、大手マスコミもやっぱり知事をですね、沖縄の玉城知事を誕生させる時には東京と一緒でですね、非常に盛り上げたわけですよ。ハッシュタグで日テルなんていうのまで出てきたわけですからね。だからこそやっぱり製造責任、私は東京のメディアにも言ってますけれども、知事に対しては製造責任を果たしてしっかりと検証していくマスコミの姿勢というのが大事なんじゃないかなと思ってます。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆さんと一緒に沖縄の未来から、そして日本の未来を考えていく、これは東京も首都東京も大切なことであるということをお伝えして終わりといたします。ありがとうございました。